サステイナブルディベロップメントゴールズ、通称 SDGs とは、2030年までに達成すべき持続可能な開発目標。世界レベルで取り組む活動を見ていきましょう。知りたい SDGs。 国連発表のデータによると、世界の人口は2050年には97億人に増加すると予測されています。世界の人口増加によって一番懸念されるのが食糧危機。中でも牛肉、豚肉を中心とするタンパク質は、早ければ2025年から2030年には需要に供給が追いつかなくなるタンパク質危機が起こると予測されています。タンパク質危機を解決するために、大豆ミートなどの様々な代替品が注目されていますが、国連食糧農業機関 FAO は、タンパク質が豊富で飼育に必要な水や飼料が少なく、飼育時の温室効果ガス排出量も少ない昆虫食を推奨しています。そんな昆虫食の中でも、日本人に古くから関わりのある蚕を使ってタンパク質危機を解決しようと SDGs 活動を行っている企業を取材しました。こちらは昆虫食の開発販売などを行う会社。タンパク質が豊富な昆虫の蚕を原料とする食品、シルクフードの研究開発を行っています。将来の食料不足の解決策として、昆虫食に注目が集まっている中、梶栗さんは蚕に目をつけ、日本初の昆虫食として研究開発を開始。これまでに蚕を生地に練り込んだチップスやハンバーガーなどのシルクフードの製造に取り組んできました。蚕の市場価値を最大化し、市場に普及させるために大学と連携して研究開発を行っています。蚕に含まれる栄養素を調べてみたところ、豊富で良質なタンパク質や食物繊維に加えて、必須アミノ酸やビタミン、亜鉛、オメガ3脂肪酸など、人間に必要なたくさんの栄養素が含まれていることが分かりました。さらに、飼育に必要な餌の量も少ないですし、成長も早いです。小スペースで飼育できますし、温室効果ガスの排出も少ないので、環境に良い食材と言えると思います。シルクフードは他の昆虫食と違い、パウダーだけでなくペースト状での利用も可能。そのため、高齢者の誤飲を防止し、豊富なタンパク質の摂取が期待されています。もっと蚕を食品原料として世界中に普及させて、タンパク質危機や飢餓の問題を解決したいと思っています。このシルクフードなんですが、シルクが生産される過程で排出されてしまうサナギを美味しく再利用しているんだそうです。栄養が豊富なだけでなく、サステイナブルな食品でもあるんですね。